あのお互いやり合ってた中で、まあ、先制点取られちゃったんですけど、まあ、チャンスもありましたし我慢できれなしきれなかった結果、まあ、1点取られてしまったので、まあ、全てを悲観する必要もなくやれているところもありましたし、まあ、やっぱりどっちが取るかっていう攻防で先取られたかなっていう印象です。もう後半自体が結構仕込んでたんで、まあ、できるだけボールを前に運ぶっていうのは意識しましたし、まあ、その中で前に行くだけじゃなくてゴールに向かう意識も含めて、全体を前にっていうギアを、まあ、もう一段階上げれればって思ってプレーしてました。まあ、サポーターも言ってましたけど選手はやってるんですよね。走ってるし戦ってるし、でもやっぱちょっとしたところの、部分で相手に上回られてて、まあ、結果 1-2 での敗戦、やっぱり結果が大事なのでね、そこまでのプロセスっていうのは結果を出した上で、美化されたり、苦労が報われるっていうことがあると思いますし、ただ今言ったようにやれてる部分もあるので、ね、これを選手が下向いて変に自信を失うことなく、チームとしても僕もだいぶ上の立場になってきたので声をかけながら、まあ、次はちょっと大会変わりますけど、G1 とやれるチャンスですし、まあ、そういう意味で切り替えて、まあ、やり続けるしかない部分と、まあ、また反省含め自分らで変えていく部分と、まあ、整理しながらできればいいかなと。何かを始めようと思った時に必ず痛みは伴うと思ってまして、思ってて、まあ、もちろんすんなりねこうシフトチェンジできることもあるんですけど、まあ、チームとしてはなかなかうまくいかない状況での決断が監督交代であって、まあ、その変わったタイミングっていうのは流れもスムーズに入れて、勝敗も含めて勝ち越してたんですけど、ね、ただやっぱりここでもう一回壁にぶち当たってるっていう感じはありますし、そういう時に、まあ、戦術とかチームとしてのやるべきことはもちろんなんですけど、選手個々が自分のやるべきことを怠っちゃいけないと思うんですよね。うまくいかないから何かを変える、うまくいかないから何かを変えるってやつはキリがないですし、その上で信念持ってやってることを、まあ、チームとしてのやるべきことを、個人としてのやるべきことを、続けることを、まあ、時間がどのタイミングできっかけになるかわからないですけど、まあ、僕はそうやってやってきて、まあ、なんだかんだ15年プレーさせてもらっているので、まあ、そういう部分は、まあ、まだ若い選手が多いし、勝敗に対して一喜一憂する選手も多いので、まあ、それは仕方ないと思うんですけど、そういうのを経験としてね、自分らが選手としての成長を含めチームとしてうまくいくように、コントロールしてあげられるように声かけだったり、まあ、練習含めた取り組みだったりっていうのをもう一回、切り替えてやれればなと思います。大会が変わるので、ね、レギュレーション含め変わるので、一つは G1 とやれるチャンスで、まあ、一つきっかけになると思います、ね。まあ、そういった意味でその出れるチャンスのある選手はやるべきことをやりながら、その上でプラスアルファっていう、この順番を間違えてはいけないと思いますし、勝てれば必ずチームとしても、ね、上向きになると思いますので、僕以前に天皇杯決勝まで行った経験があるんですけど、トーナメント戦で勝ち進むとチームの一体感っていうのは増してくるものがあって、で次勝てばベスト4、なので、まあ、しっかり勝ちを目指して、やっていきたいなと思います。